me, he's one of the best designed characters in the whole sort of pantheon of superheroes. 20年ぐらい集めてますけども、やはりその何年探してもですね、インターネットに出てこなかったり、お店にも出てこないので。バットマン、バットマン、バットマンって、バットマンって言葉100回以上つぶやいてると誰かがポツポツとも持ち込んでくる。Sort of like back to, I think, a celebration of working by hand. Jiro Kawada did one, which really, really delighted and surprised me that he was able to do that. やっぱり50年経ってますか？いや、私もなんかそういえば何年経ってんのかなって、なんかこの間電話の後考えて、50年近いんじゃないかなと思ってね。今できるのはそれだけだな、もちろん必死で思ってね、こんなはずではないって言いながら書いてたんで。ここ2年の間にですね、運よく手にしたのはこちらです。桑田二郎さん以外にもですね、バットマンを描いていた日本のアーティストがいらっしゃるわけですね。ベビーゲームっていうのがあるんですけども、これは本当に探すのは大変です。日本一の大玩具コレクターだろ。日本一の大玩具コレクターだろ。これはね、スーパーマンとバットマンがあるの、うん、で、バットマンほとんど出てこない、珍しいの。